ある種の自動化ですね、自動的に何か、まあ、歯車でも何でもいいんですけども、計算をさせたというもので、これは非常に有名で、まあ、会社機関、まあ、いうように、基本的には引き算ですね、引き算というか 差を求めるということをやって、計算をするということです。引き算が、まあ、得意なんですね。で、これはですね、さすがに記号ですね。バーベージ。これも先ほど言ったコンピュータシステムミュージアムにあるんですけども、これがもうまさにコンピュータシステムミュージアムにあるこんなでかい、これ人間がこのぐらいなんですけども、まあみんな経営学部の、学生さんも何年か前に一緒に行ったことあるんですが、あ、みんな写真撮るとですね、大体このぐらい、人間がこのぐらいかなっていうのをすごいでかい計算機で、一応まあ触っちゃいけないので、こう回したりはできませんけれども、とりあえずまあほぼもう触れてしまうという現存しています。で、基本的にはなんかこうやっぱりこうくるくる回して、で、あとはガチャガチャガチャってこう計算して、何を計算しているかというと、まあ、実はこの隣にですね、黒板が書いてあって、まあ、非常に簡単に説明はしてあるんですが、ちょっと数字は覚えてないですけども、X っていうのが、例えば、30、20、10、0だったときに、もうちょっと複雑そうだな、はい、この差は10で、これも10で、これも10で、さらにこの差を求めると、これは0で0ということになってしまうんですが、で、これは差なんですね。で、差の差というのは、微分になるんですね。まあ、微分の説明をすると、また数学みたいになってしまうと読みますが、基本的には、とにかくある数字とある数字のいっぱい羅列されているときの差をバーッと求めて、で、そのまた差を求めるということで、いわゆる微分の計算ができるというのが画期的だったんです。で、まあ、逆に言うと積分もできるんですけども、まあ、その1700年代の前半でしたから、ちょうど300年ぐらい前には、まあ、とりあえず、四則演算だけではなくて微分の計算までできると、それも機械式ですねというところまでいったということです。あ、これも書いてあるんですね。まあ、これもこのホームページに見てもらえば書いてあるんですけども、ある点があって、俵をこう積んでいくような感じですね。そうすると面積的に、二次元的にどんどんこう増えていくということになります。で、まあ、これはちょっと簡単には説明できないのでまた時間があったら説明しますが、こういうようなことで、微分を、まあ、なんですかね、計算できる。で、これを会社機関、ディファレンスエンジンというふうに言うんですけども、いうのを、まあ、作った人で。で、そういった意味で、計算の自動化という意味で、コンピューターの父として呼ばれる。で、実はこの人は、まあ、大学の先生だったんですけども、その助手として働いていた人がですね、まあ、いわゆるプログラミング、つまり先ほど言ったように、
機械だったんですけど、それをある種のパターンを、まあ、紙テープって昔あったんですが、紙テープみたいな、もともとは機織ですね、こういう繊維を作るときに、刺繍とかそういうのを入れるためにある種の自動化っていうのが進んできたんですけど、それを応用して、いわゆる計算機、計算として、まあ今のプログラミングとはちょっと違うんですけども、スタイルはとにかくそのある種のパターンですね、動作のパターンをパターン化して、でそれをまあそのコンピューターとか機械に入れることによって、自動的にですねある種の計算をすると、要するに人手から自動化へということで、そういったことをこのさっきのバベジさんの助手として働いていたゲイダさんという人が、まあ考えてきたというふうに言われています。で、まあ詩人のバイロンの娘で、まあいわゆるまあいとこのお嬢さんだったんですけども、基本的にはそういった今のプログラミングですね、コンピューターの自動的に計算をするという意味でのプログラミング言語を、まあ、作ったというか一番最初に考えた人というふうに言われています。でこれはなんと女性だったんですね。で、まあ、それに関係ないんですけども、それを、まあ、記念してというか、エイダという人が、エイダさんというのは一番、まあ、プログラミングを作った、プログラミング言語を作った一番最初に作ったという意味で、後にですね、NASA が開発したスペースシャトルを飛ばした時のプログラム言語を、エイダというふうになるんですけど、でこのエイダというのはこのエイダさんから、取ったのということです。まあ今皆さんベーシックとか C 言語とか Java とかちょっと聞いたことあるかもしれませんが、そういった言語より前にですね、ちょうどスペースシャトルが入った時ですから、まあ、20年、30年ぐらい前に、非常に大規模に作るための言語として考え出された言語を、まあ、エイダというふうに言ったということですね。まあ、いずれにしても、その自動化へという、礎を作った人ということです。で、まあそれをさらに具体化してきて、1800年代の真ん中辺、最初から真ん中辺に生きた人で、バベジさんという人がいて、でいわゆるこれはパンチカードと呼ばれる、まあ、紙に穴を開けてですね、それを穴で二進数を表現して、でさらにその二進数で命令を表現して、まあ、コンピューター、まあ電気式じゃないので、あくまで機械式なんですけども、読ませて、計算を自動化したというんですね。で、まあ、これこのヒントはですね、まあ、いろんな人が開発してますけども、シャカールさんが作った、その繊維の機織機での自動化を元にしているというふうに。まあ、ということで、この辺りからですね、とりあえず大規模に計算するために、自動化するということが考えられる。まあ、こうした全部覚える必要はありませんが、とりあえずバベジさんとか、先ほどのゲイドさんとかですね、そういった名前は、覚えておくといいと思います。で、さらに70年後、1900年代になってから、まあ一番最初に作られたのは少し電気式になっていくんですね。電気式といってもすごくでかい、リレーといって、スイッチですね、電気が通るか通らないかという、まあ、スイッチのお化けみたいな、こういった例えば8ビットであれば2層するの8個のスイッチを用意して1234、まあ、8個ですね、8個のスイッチを用意して、それでオンオフオンオフでいわゆる0101を表して
電気が通る通らないということで、まあ、先ほど言った二進数みたいな計算をするということですね。ということを考え出された計算機、これはマーク1というんですけども、歯車の代わりにリレーという先ほど言ったスイッチのバグみたいなのを作って計算機を作る。これ実はハーバードユニバーシティにあって、これはもう私もここで記念写真撮ってきましたけど、誰でも行けます。ハーバード、まあハーバードって言ったことないかもしれませんが、普通に入れてしまうので、とりあえずマーク1のところで写真だけ撮ってるんだったら誰でも行けます。まあ、ただこれショーケースに入っているので、中を触るってことみたいなことも、一応人がよく通るところに置いてあって、で、このこういった写真は結構誰でも撮れます。ですが、まあ、何度も言いますが、これが一応その電気式になった時の世界最初の、まあ、いわゆる計算というふうに言われています。マーク1ですね。で、さらに、モークリーという人とエッカーという人が、エニアというコンピューターを作ったのが1946年。これはちょうど、いわゆる戦争時代ですね。第二次世界大戦の時代に、まあ、この辺から実はコンピューターというふうに言われた。だからよく私も最初に説明したように、コンピューターというのはもともと戦争の道具として作りましたよというふうに言いましたけれども、それは歴史からすると、もっといっぱいあったんですが、いわゆる電気式でですね、さらにリレーでもなくて、ここにありますこの真空管ですね。もう少し小さくなって、真空管と呼ばれる昔の、私が生まれた頃にもありましたけども、テレビとかラジオとかは真空管が入っていて、まあ、電子の流れをで制御して、回路を組むものですけども、真空管をまたいっぱい作って、この部屋ぐらい大きな計算機を作って計算をした。で、何をやったかというと、大陸間弾道ですね、物理計算、アメリカ大陸からアジア大陸まで弾を飛ばすためには、どういった初速度で、どういった角度で飛ばせばいきますかっていう、まあ、よく物理で習う計算ですね。それは今も電卓とか使えばできますけれども、当時はその電卓なんてもないですし、さらに、それを大規模にやらなきゃいけないので、わざわざそういったコンピューターを作ったということですね。で、それは、例えば、いわゆる真空管を用いて電気式にコンピューターを作って、それリニアというのが最初というふうに言われています。で、これも実はコンピューターヒストリーミュージアムに未だに展示されています。まあ、もちろん動きませんけど。で、このジョン・マッカーシーという人が非常に有名で、まあ、このビデオなんか、これ実は多分コンピューターヒストリーミュージアムで見れると思うんですが、で、まあ、ジョン・マッカーシーという人がいる。で、しかしですね、今どうですか、もうコンピューター少し習ってきたので分かると思うんですけど、コンピューターっていうのはメモリーがあって、その中にプログラム、いわゆる命令の部分と、それから